hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. こんにちは。こんにちは。本日はですね、栃木県宇都宮市にありますアルプスポンド宇都宮様でですね、こちらの、ルアーマガ女子部の白川克美さんと一緒に、エリアプラグの、クランクですね、こちらにちょっとフォーカスして実調の方を行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。クランクの方はエリア、まずエリアフィッシングですね、はい、エリアフィッシングの方のご経験はいかがでしょうか。一応あります。あ、本当ですか。その中でまあいろんなアイテムあると思うんですけど、今まで釣ったことのあるルアーっていうのはどの辺になりますか。クランクなんですけど、はい、もうそれこそバルケインさんのクーラーをメインにありがとうございます。非常に嬉しいコメントありがとうございます。はい、はい、で本日ですね、先ほどご説明した通り、そのねハードプラグの中でもクランクという部分に、フォーカスを当てまして、2人でちょっと実調の方を行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。頑張ります。With you the sun is shining 24/7 cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million starsI know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table. 見てください。この、この種類、種類がいっぱいですね。はい。まああのクランクベイトなんですけども、まあ結構エリアのハードプラグでは。主流な、ハードプラグになっておりまして、で、まあ、本当にその状況状況で結構使い分けるのに、本当にちょっとこういう大きいサイズもあれば、まあ、こういうちょっとねマイクロサイズと言われる、はい、ちょっと小さめのものもあるんですけども、結構それを的確に状況で、使い分けてくも、もらうことによってですね、かなり、はい、あの超過に結構差が出ます。メインとしてはこちらの今日はクーガワイドウォークというね、ちょっとロングボディの、まあ、なかなかちょっとバス釣りとか他の釣りではちょっと見ないクランクなんですけども、はい、こちらを中心に、やってみたいと思います。はい、はい、それではちょっとね実調の方開始してみたいと思うんですからね、はい、ちょっとねかなりの強風ですなんでちょっと安全面も考えながらやっていきたいと思うんですけども、まず最初につけていただいたのが、クーガのワイドウォークという種類の、フローティングモデルですね。まあ、止めとくと、こうまあフローティングなんでこう徐々に浮いてくるっていう浮力がちょっと強めのクランクになるんですけども、まずはまあスタートちょっとねこの、ワイドサイズの、まあ、ワイドウォークっていう名前なんでちょっと幅広い、クランクになってるんですけども、これで全体的にちょっと探っていきましょうということで、こちらでちょっとスタートしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まあ、キャストするときにですね、大体最初まず竿の先からまあ30センチから40センチからですね。はい、こうやっていきましょう。最初はまあハンドル一周1秒ぐらいの速さですね。ずっとそれでできるだけ一定な、もうこの速度で巻くよと決めたら、もうこれでもう今頭が外れちゃいました。この速度で巻くよって決めたら、はい、できるだけ同じ速度で巻いてもらう。はい、わかりました。できるだけ毎回こうやって巻くって決めたら、はい、そのまま続けて巻いてもらって、で1回当たった場所があればまた同じアプローチをしてもらうっていう、はい、まずここが結構肝になりますね。まあ、この今使っていただいているクーガワイドウォークっていうのが、はい、だいたいこう潜り始めて30センチから、水深90センチぐらいまで結構潜ってくれるんですね。日がまだ登りきってない朝一なんかは魚結構表層にいること多いので、そこをちょっと中心に攻めていきましょう。はい、結構ニジマスがですね、はい、こう直線的に一定に、泳いでるものに対して、はい、結構しっかり追ってきてくれるんですね。あ、そうなんですね。それが急に速度が変わったりとか、あとまあこのクランクだと
ちょっと早く巻いちゃうとそこから急に潜ったりとか、その視界から急に消えちゃったりすると追うのをやめちゃうんで、はい、できるだけもうこの速度って決めたら、はいはい、まあ、同じ速度で巻いてほしいっていうのが、まあ、そこが一つなんですよね、うんうんうん、結構上の方巻くときは、はい、竿を少し、まあ、立てて巻いてもらう。で、はい、少し潜らしたいなっていう中層を巻くときは水平ぐらい、うんうん、はい、もう下の90センチぐらいまで潜らしたいなと思ったときはこう竿を下げて巻いてもらうっていう、この3つ使い分けてもらうだけで、うんうん、結構上の方、中間、下の方って引けるんで、まあ、今の状況だと僕まあ最初1投目で当たり出たんですけど、はいはい、まあ、上の方を狙ってほしいんで、うん、少しちょっと風ね強いんで、あの気をつけてやってほしいんですけど、はい、少し竿先をこう上げて巻いてもらうっていうと、うんうん、結構上の方引いてこれるので、おー、やっぱりね、今 上の方ですね。よし、うん、ちょっとね、レギュラーサイズより少し大きめの、ジジマスです。クランクもかなりカラーバリエーション多いんですけど、はい、本当状況によって結構本当にね、うん、その魚が好むカラー、反応してくれるカラーも結構コロコロ変わるので、あ、じゃあ結構ローテーションとかして、そうですね、ちょっとは足りないなと思ったらね、はい、早めにちょっとカラーも変えていきたいと思うので、うん、はい、普通にセオリ的に言うと、まあ、活性が高い魚に対してはちょっと派手なカラーで、うん、ちょっと活性が低いなっていうのに対して地味なカラーっていうのがまあ基本的なセオリーなんですけど、はい、たまにねそこを覆してくる状況もあるので来ました来ました来ました、いいですね、あ、おしおしおしやっぱりね、かかった直後が一番暴れるんで、はい、かかった直後はこっちが竿に乗ったなと思ったら、うん、ちょっとゆっくり巻いてあげて、暴れるのが弱くなってから徐々に徐々に早く巻いてってあげるっていう、なるほど、はい、そこを気をつけてもらうだけでだいぶあのキャッチ率も上がりますんで、よし、いいですね。最初はちょっとね、水なじみのいいこうライトオリーブ系のナチュラルカラーだったんですけども、結構まあ真逆の色ですよね。お、来た。あえて1投目ですかね。ちょっとサイズいいかな。蛍光ピンクに変えて1投目でした。1投目でした。もう少しね、ゆっくりでもいいかもしれない。1、2秒ぐらいですね。ハンドル1周2秒ぐらい。ちょっと当たりがなかなか明確なところが出ないので、ちょっと僕のおすすめカラー投げてもらっていいですか。はい、クリア系です。お、お、来た。惜しい。惜しい、惜しい。惜しい。ちょっとね、次ね、シンキングっていう、まあ、あの、うん、止めると沈んでいく、うん、モデル、同じ、まあ、クーガワイドウォークですけど、うん、エリアだと結構ね、こっちのシンキングが意外とね、あの結構重要になってくるんで、ちょっとこれをつけて使い方をちょっと、はい、最初に、お伝えして、これでちょっとやってみましょう。まあ、投げてもらって着水すると徐々に沈んできます、うん、でフローティングと何が違うかっていうと、フローティングって結構ゆっくり巻いてくるとやっぱり途中で浮力でね多少ねこう浮いてきちゃうんですよ、でよりゆっくり巻けるのと、あとは投げてカウントダウンですね、うん、待ってるとどんどん下に下がっていくので、そこでまた広範囲にこうねあの探ってこれるので、ちょっとねだいぶ表層の反応も少しちょっと少なくなってきたので、うん、まずこれ投げてもらって、はい、着水したら、まあ、そうですね、最初5カウントにしましょうか、5カウント5秒経ってからまた同じ速度で巻いてくるっていう探り方、アプローチでちょっとやってみたいと思います、はい、はい、さっきよりもイメージ的にもうちょっとゆっくり巻く感じです。こうやってまあ池の中全体的にいろんな角度、はい、いろんな速度で通してあげて、まあ、魚が本当に反応してくるところを探ってくるっていう、うん、でこれでシンキングで下の方でやって
当たらないっていう情報もすごい情報なんですよ、うん、あそれなんでもうやっぱり上に集中して探ってった方がいいなってことが分かるとことも必要なので、はい、当たった当たった、うんね、じゃあアプローチはねちゃんとね再現性があるアプローチができてますね、はい、あとはやっぱそのカラーによっても、うん、ちょっとこのカラーだと杭が浅くなりがちとかそういうのもあるので、はい、おー、今のはバッチリ、合わせもバッチリ。ああ、やばい、泣きそう。でも今の感じの合わせね、バッチリ。今の感じですね。いやー。ちゃんと考え的にはやっぱり一回そのピンクでフローティングに戻してみるか、うん、あとはそのピンクのちょっとワンサイズ小さい。小さいサイズにしてみるかっていう方法があるんですが、どうしましょうか、うん、うわー難しい、小さい、いやでもフローティング、フローティング、はい、じゃこれで、はい、ありがとうございます。俺も今全く同じバイトが出てる。当たりどうですか？ないです、なくなっちゃった。やっぱそうするとシンキングの方が良かったのかな。あ、まあ、こうやってねあの状況判断、まあ、サーチしながら、うん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 、徐々にそのやっていくんですが、はい、深めから持ってくる感じの方がいいと思うんで、10秒ぐらい着水してから、はい、うん、ちょっと待って、うんうんうん、さっきと同じような感じで、はい、あーでもやっぱ当たりますね、うん、当たる、はい、お、あー、あー、お、あー、立ってる、バレた、バレた、なんか2回乗ったのに、おー当たりは出てるからな、あとちょっとなんだね、お、おー来た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 、で、あ、どうしよう、惜しい、絵的にはいいけど惜しい。泳ぎたくなっちゃうよ。、まあ、さっきね、もうちょっとで一匹キャッチったとこだったんですけども、そうなんですよ、まあ、それを踏まえてちょっと場所をね、雰囲気変えてまた、こちらのクランクでやってみたいと思いますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと小ぶりだけど、はい、まあ、シンキングで、着水と同時ぐらいから行ってきて、ちょっとね、小ぶりですけど、綺麗なグリーンがかったね。おし、今のはいいな。おほほおー、慎重に、慎重にしましょう。おー、いいサイズ、いいサイズ。おほお、オッケー、やった、一番いいんじゃないサイズ、やった。、まあ、安心した。ピンクでちゃんとバイトの感じが取れてたんで、うん、はい、それでこっち変えて、うん、まあ、やっぱり予行練習バッチリでしたね、よかったです、はい、来た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 、あ、元気、あ、元気、あ、元気、よいしょ、あ、元気、ペイペイ跳ねたけど、バッチリです、よっしゃ、はい、はい、はい、
さすが見てるね。分かってらっしゃる。外れないで。おお、いいサイズ。いいサイズ。さすがですね。カモ入れもいい感じに。出ますね。やった。大きい。よっしゃ。いい感じ。バッチリですね。はい、では後半戦行ってみましょう。はい。はい、クランクは。もうね、もうバッチリでしょ。バッチリです、大丈夫です。バッチリということで、はい、もう一歩進んだ感じで今回ボトムのアプローチでちょっとやってみたいと思います。ルアーはこのねシャインライドという、ボトム用のルアーを使うんですが、これをまあ投げて着底させて、まあ、アクション的にはこうリフト&ホールとか、あとまあエリアでよくやるハンドルだけのアクションのレジ巻きとか、あとまあシェイキングですね、竿先でこうずっとシェイクさせるような、それでボトム付近の魚を結構アプローチするっていう、このまあエリアフィッシングの中でもかなり結構独特な部分でもあるので、ぜひこちらにねちょっと挑戦していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、盗みます。はい。でそこが取れたら、最初はちょっと大きめに派手にアプローチさせたいんで、はい、ロッドのティップでこうそこからちょっと引き上げてあげる感じで、で上げたらスラック取ってを、こうこれをこうちょっとリズムカルで必ずそこはちゃんと取ってから、はい、落としてで、大きめは結構やっぱりアクションが伝わりにくいんで、少しちょっと大きめにしてあげて、はい、手前になるにつれて本当もう竿先だけでチョンって動かしてあげる、まあ、結構冬場厳冬期で冷え込むと魚が結構底につくんで、それを狙うまあ狙い方なんですけど、やっぱこれもまあカラーも派手めなところから入って、まあ、徐々に人目に流していったりとか、あともうワンサイズちっちゃいのがあるんで、はい、そのサイズ下げたりとか、お、一緒に同時にかかりました、ね、これ今自慢しようと思ってたら先にまた来ちゃってごめんねって言おうと思ったら危ない。危ない、バレちゃった。そんなこと言うからでも、ね、やっぱ人を出し抜こうとするとこういうことになるんです。ほら、やっぱそういう気持ち今どっかにあったからだ。ありましたね。ありました。でも今みたいに結構明確にバイト来るでしょ。はい、わかります、すぐわかりました。やましい気持ちがあったんですよ、相手を出し抜こうと、ね、よっしゃと思っちゃったもん。おー、来た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 。おー、危ないギリギリ。まあ、蛍光オレンジのちょっと派手めなカラーですね。さっき、前半でやったクランクだとある程度その潜るレンジで上の方、真ん中の方、下の方っていうのが結構そこをね探っていく、広範囲に探っていくパターンだったんですけど、はい、もうこれは完全にもうそのボトムっていう基準があるんで、あとはそこからどれだけ高く上げたりとか、アピールさせてあげるかっていうので結構魚の反応が見れるので、意外と覚えちゃうと結構やりやすい釣りですよね。エリアで結構やるやり方なんですけど、ボトムを取ったらロッドを下目とか、まあ、ある程度固定しといて、はい、このハンドルの巻きだけで、こう下をこうちょっと這わせてあげるっていうアクションが、はい、デジ巻きっていうのがあるんですけど、これだとこうハンドル半周をこうずっとリズムカルに、巻いたらやっぱボトム取って、はい、また巻いて巻いてって、これだけでも、結構このボトムのアプローチってできて、もうこれで、これで乗るっていう感じ。これね、ぜひちょっとね、やってみてもらいたいです。はい、やってみます。まあ、最初ボトムバンプで、アプローチしてきてくれて、今、手締巻きですね。ハンドルのリールアクションで、このアクションでもね、しっかり反応してくれましたね。どう？当たりある？でね、このねちょっと釣りね、結構カラーが、あ、これがいいっていうと結構その傾向がすごい強く出るんで、ちょっと僕が使ってたのとちょっと同系色の
パターンにちょっと変えてみましょう、はい、当たった時にロッドでいかないとそのままハンドルで、はい、うん、延長で入れてあげる感じで、延長で、よいしょ、あ、やばいやばい、よし、ちょっと細身ですけどいいですね、非常に元気なネジマスでした。うん、今度ちょっとハンドル一周にしてみましょうか、リズム、うん、一周、うん、本当にね、そのちょっとした感じで変わることが多いんで、もう一個いけた、シェイキング、うん、もう着水したら本当に竿先ちょっと本当にこのぐらい、うん、こう左右に振るぐらいで糸のスラック取りながら、はい、ずっとやっぱりこれもボトムから離れないように、うん、シェイキングってのはできるだけゆっくり見せて見せてっていう、うん、感じのアピールなんで、はい、おー、いいね、当たった、いや、ゆっくり優しくやればやるほどね、あのルアーがこうヘコ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 動いて、ね、うん、うん、結構本当に状況的にあり得ると、沖はボトムリフト&ホールなんだけど手前はシェイキングみたいな時もあるんで、うん、結構それを織り交ぜながら、お、まだ当たってるから大丈夫かな、うん、お、いいね、これはバッチリ取りましょう、やっぱその色だね、ですねハ今ね、入れたいっていう気持ちがすごい見えた、見えました、バレました、焦りを最後ちょっと感じたじゃーん、来たー、バッチリ来たー、おお、さあ慎重に、オッケー、よっしゃ、ちょっと当たりなくなっちゃった、なくなってきました、どうしますか、色変えますか、色変えてみます、何色にしますか、あ、ピンクに戻したらどうなんだろうきたきたー、うん、怖い怖いよ、ちょっとね、ピンクはピンクの、ちょっとこのナチュラルなピンクでやってみましょう、ナチュラルワントーンちょっと落とした、本当だ、こういうね、ちょっとね、ひと手間ですよじゃちょっとした違いを入れてあげるとね急に今のバイトも深くなったりするかもしれない、ちゃんと一定のリズムでできてるんで、はい、もうあとは本当来るのを待つだけです、おお、だー、来た、ほら、好きな色増えた増えた入った、セーフですね、今のはセーフありえるはい、はい、
はい、では本日はですね、ルアーマガ女子部白川かすみさんとご一緒に、リアトラウトフィッシング、楽しんでみました、はい。まあ、初めね、ちょっとクランクの方を説明させていただきまして、その後、まあ、後編でということで、ボトムフィッシング、の方をやってみたんですが、改めて今日1日いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。深かったですね。なんかそうなんですよね、うん、意外とやっぱり、まあ、エントリーがしやすい釣りなんですけど、うん、意外と結構そういう奥の深さも結構あったりで、うん、まあ、そこののめり込む要素っていうのもね、いろいろあるんですけども、まあ、僕から見ててもやっぱりいろんなね、他魚種の釣りやられてるだけあって、ロッドワークと、まあ、こうパッとこういう感じでやってくださいねって言ったのがね、スムーズにすぐこなしていただけたんで、非常になんていうんですかね、僕の方もちょっと安心して、まあ、ランディング以外は安心していただきました。ランディングはね、ちょっとね、はい、いやいや、まあね、まあ、僕も結構ね、あるんですよ。やっぱりね、シングルフック1本でフッキングなんで、はい、結構ね、バレることもあるんで、ただね、本当にその辺で、まあ、逆にまあ、こう、結構ね、やっていくことによって、その再現性も結構ね、実感していただけたかなと思うんですけど、うん、そのあたりどうですか。はい、そうですね、最初やっぱ難しいイメージがちょっとあったんですけど、はい、もうだんだん慣れてくるというか、体に身についてくる感じが、うん、はい、もうしみじみ分かりました。あ、はい、よかったです。だから、ね、そこら辺をね、しっかりこう体感していただけたら、うん、まあ、今日1日のこの機会がね、非常に良かったなと思うところでもあるんですけども、はい、まあ、これからね、ちょっとまあ春先になりましても、全国的にいろんな釣り物も結構展開されるんですけども、エリアフィッシングもね、一番実はね、こう冬場に放流がいっぱいされて、魚影が濃くて、これから春のパターンとか、で夏のパターンとかがね、結構いろいろまた新たなるパターンが出まして、面白くなってくるシーズンになりますので、ぜひね、かすみさんの方もエリアの方に足を運んでいただけたらと思います。通います。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。